避難者が入ってきます。訓練は今日と明日の2日間で武雄市の臨時職員を除くおよそ350人が参加します。去年は避難所を担当する一部の職員のみが対象でしたが、実際に避難所を設置した際、新型コロナ対策などで人手が足りなかったことから対象を拡大しました。訓練は4回に分けて行われ、段ボールのベッドや間仕切りの設置方法を確認したほか、今回は初めて高齢者や障害者向けのスペースを設ける訓練も行われました。とにかく密を作らない、コロナ対策をどれだけ、していくかというふうなところ、受け入れる側としてですね、これだけ準備してますよ、これだけ、過ごしやすい、安心して避難できますよっていうふうなところをですね、提供できたらな。武雄市では昨年度9回避難所が設置されたということです。